くぞ。ここは武道会場。ジータ、ベジータ、おめえはオーラに本気出させるためにわざとバビリンの術にかかり自制心をなくしあんなことをした。違うか。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなことだと？この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。バビディ、周りに誰もいねえ場所に帰ろう。俺はベジータと戦うことにした。いやいやいや、望み通り場所を変えてやるよ。パッパラッパー。それほどまでオラと決着をつけたかったんか、ベジータ。こりゃ早く終わりそうにねえな。行くぞ。こうしてやる、カカロット。とんでもねえ気に変化した。
かにやっぱただもんじゃなかった。魔人ブーチュ知ったことか。俺たちの勝負には関係ない。嘘だ、おめえは完全に魂を売ったわけじゃねえ。魔人ブーが気になって集中できないようだからな。ベジータ、魔人ブー、こんなやつさっさと殺しちゃえよ。わかったわかった。なんだおめえ、そんなに強いのにバビディの言いなりか。うるさい、余計なこと言うんじゃない。魔人ブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。よっこいしょ、トン、よっこいしょ、ベジータだってそれやっても無駄だったろ。なあ、スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみっか。
さっさとやろうぜ。俺がスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。オラの本気もし俺がやらなきゃ誰がやる。の毛が早く動き出した。西の都を離れ始めたな。ごく、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞ。そうか。うん。わかった。なんだ、ごてん。うん。わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。だったら早くやよかったんよ。ごてん、母ちゃんを頼んだぞ。うん。じゃあな、みんな、死んだらまた会おうな。
見つけたぞ。ベジータ。よこせ、早く。やろうぜ。起こせ、早く。よっしゃ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらに見せてやるよ。こいつがスーパーベジット。うらっ、ベジット、ほらバカ。遊びは終わりだ。受けてみな。そうだ。邪魔だな。貴重。こんなはずじゃなかったな。まあ。そんなに落ち込むなよ。俺だって驚いているんだ。ここまで貴様をコケにできるなんて。ハメハメハー。もうならままま。行け、どうしとどもの。もうならまま。ま、いけ、どうしとども。気配がするな。おっしゃ、少し本気出すか。ダメージを与えるっていうのはこうやるんだ。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。くそ。さて、果たしてうまくいくか。カカロット、すごいやつだよお前は。なんとなく分かった。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守りたいものがあるからだと思っている。守りたいという強い心は得体の知らない力を生み出しているのだ。確かにそれもあるかもしれないが、それも今の俺も同じことだ。俺は俺の思い通りにするために、楽しむために、敵を殺すために、そしてプライドのためにやってきた。あいつは違う。勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために限界を極め続け戦う。だから相手の命を絶つことにこだわりはしない。あいつは強い。この俺は殺しはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのが分かっていたから。頭にくるぜ。戦
界が大好きで、優しいサイヤ人なんてよ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。受けんだ。オーブはこれからだ。俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。オラもさっきからそうしようと思ってたんだけど、なかなかそのチャンスがねえんだ。あいつを消してしまおうと思ったら1分間ぐらい気をためねえとな。1分間俺がなんとかやつを食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。海王神たち、デンデ、あの玉でこの状況を見てやがるんだろう。ベジータ、たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。始めるぞ、用意をしろ。元気玉の用意だ。ウーガー相手じゃ、いくらちょっとずつ元気を生き返った地球人みんなから集めたって、少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙人にだって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間ども。なんなんベジータ、見直したぞ。みんな、オラに元気を可能な限り分けてくれ。頼む。おめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変われよ。一対一で勝負して待ってんかな。ほら、もっともっと腕上げて。
またな。それじゃあまた一緒に暮らせるだか。ご飯と御殿と家族4人で。おう、早くパオズ山に帰って父の手料理が食いてえぞ。なんだよ父、どうしたんだ。